昨日午後8時30分ごろ須賀川市の国道4号線の交差点で直進するトラックが右折してきた軽自動車と衝突し道路沿いの店舗に突っ込みました軽自動車は別の軽自動車にも衝突最初に事故を起こしたトラックと軽自動車の運転手2人が軽いけがをしました警察が事故の原因を詳しく調べています